アイスランドエクスプレスはアイスランドレイキャビクに本拠地を置く格安航空会社であるリース機を使用しヨーロッパ北アメリカの17の目的地に就航しているケプラビーク国際空港をハブ空港とする2002年設立アストライオス航空からウェットリースしたボーイング737から300機を使用して2003年2月27日から ロンドンスタンステッド空港及びコペンハーゲン国際空港へレイリーでの運航を開始した。リース契約先はその後ジェット X 航空、ついでハロー航空へと変更された。2008年にロンドン航路をロンドンガトウィック空港行きに変更。2009年11月2日からはガトウィック空港便と合わせ、 スタンステッド空港へも再び週2便の就航を行っている。2008年秋、アストライオス航空がボーイング737機2機を使用し、アイスランドエクスプレスに代わって全便を再び運航することになった。アストライオス航空の親会社は、アイスランドの投資、グループノーザントラベルホールディングノーザントラベルホールディングであったが、 ノーザントラベルホールディングは2008年9月にフォンスエクナルハルトスフィエラグフォンズアニアラカルズフラグに完全買収されフォンス倒産前に姉妹企業のフェインキュルフェンガーに通知なく上等されたフォンスはフェインキュルの主要株主2社によって設立された企業であるフォンスはアストライオス航空の51%の株式取得に合意し最大株主となった 取得費用は500万ポンドと報道されている。これにより、アイスランドエクスプレスは、参加企業として、支援を受けることになり、アメリカ大陸への格安便就航につながった。アストライオスとアイスランドエクスプレスは引き続き独立運営され、アイスランドエクスプレスによる2007年春からの、アイスランド発ニューヨーク行き、ボストン行き航空便運航開始時には、 アストライオス航空からアイスランドエクスプレスにボーイング757から200機が対応されたものと考えられている。2010年6月からは季節限定でアストライオス航空からリースしたボーイング757機を使用してニューアークリバティ国際空港へ週4便、ウィニペグ国際空港へ週2便の長距離直行便の運航を開始した。 2011年6月からシカゴ、ボストン、ダブリン、ベルファストへ就航することを発表した。2012年10月にアイスランドのワオエアに買収された。アン、アイスランドエクスプレスボーイング737から700オペレーテッドバイアストリアスアイスランドエクスプレスの MD-90。2011年11月時点での保有機材は以下の通り。 アイスランドエクスプレスが過去運行していた航空機。ありがとうございます。